そのうち千分の一の質量だけが消え去りました。0.8グラムですね。まあだから約1グラムの質量が消え去ったわけですが、その時にほとんどこういうエネルギーが出てきて、広島の町が壊滅してしまうということになったんです。すごい。たった要するに1グラムが消え去ると、広島の町が壊滅してしまうというぐらいのエネルギーになったんです。すごいな。やはりこれをなんとか使いたい。私は原子力に夢を立てました。同じように、私の時代に生きていた人たちの多くが原子力に夢をかけました。原子力に夢をかけて、日本で原子力が始まったのは1954年という年でした。この年の3月に突然国会に原子炉建造予算というものが提出されまして、国会で成立して、それ以降日本で原子力をやるという時代に入ったのですが、その年の今から見ていただくのは毎日新聞です。でも他の新聞も同じです。全てのマスコミが一色に原子力に夢をかけたのですが、例えば毎日新聞ではこんなように書かれていました。さて、原子力を潜在電力として考えると全くとてつもないものである。しかも石炭などの資源が今後地球上から次第に少なくなっていくことを思えば、このエネルギーの持つ威力は人類生存に不可欠なものと言ってよいだろうというのです。私は完璧に信じました。これを皆さんどうでしょう。今でもこう思ってられるじゃないでしょうか。日本の国も電力会社もマスコミもみんな一緒になってこれを言ってきたんです。今日まで化石燃料がなくなっちゃう、ちょっと大変だ、やっぱり未来は原子力だ、ずっと宣伝され し続けてきましたので、今日この会場にいらっしゃる皆さんにしても多分多くの方はこれが本当のことだと思っている。私は思う。でもこれが完璧に間違いだった。今日このことを詳しく聞いていただく余裕はありませんが、原子力の燃料というのはウランです。確かに地上にありますけれども豊富な資源ではありません。地底からウランを取ってきて燃やしてどれだけのエネルギーが出るかということを考えてみると、石油の数分の1しか出ない、石炭に比べれば数十分の1しか出ないんだということが分かってしまいます。つまり化石燃料がなくなったら次は原子力なんではなくて、原子力の燃料であるウランなんて簡単になくなってしまう、あとはやっぱり化石燃料だというのが正しいことだったんです。これがまず根本的な間違いだったわけですが、原子力にかけた夢はまだまだ続きました。事故から4年以上経ってるんですよ。事故を起こした発電所が火力発電所であれば簡単です。爆発して火事になるかもしれない、何日間か火事が続くかもしれないけれども、それが終わったら現場に行けばいい。どこがどんなふうに壊れた、場合によっては修理しよう、運転再開、行かれるわけですけれども、原子力発電所の場合には、4年以上経った今も現場に行かれないんです。こんな過酷な事故を起こす機会は原子力発電所以外にありません。そして4年以上どころでは実はない、多分10年経っても現場には行かれません。人間が行けば即死です。仕方がないのでロボットを行かせようとしているのですが、ロボットというのは放射線に大変弱いです。コンピューターで動いているわけですけれども、コンピューターというのは二進法という0なのか1なのかというその信号を読みながら動くのですが、それが書き込まれている IC のチップなどが放射線に被曝して、本来0と書いてあったところが1ということに変わってしまうと命令全体が潰れてしまうわけであって、コンピューターで動くようなものは放射線にはとても弱い。そのためロボットを何とか送ろうとしているわけですけれども、送ったロボットはみんな打ち死にして戻ってこれないというそういう状態に